ピート・バーンズは、イギリス出身のシンガーソングライター。イギリスのハイエナジーバンド、デッド・オア・ライブのリーダー兼ボーカルを務めていた。1959年8月5日、イギリスのリバプールにて、ドイツ系ユダヤ人の母とイギリス人の父の間に生まれた。母は、ユダヤ人であるため、ナチス政権に迫害を受け、ドイツからオーストリアに逃げていた時に、ウィーンにて、 イギリス軍の兵士だった父と知り合った。母親はおしゃれな美女で人目を引く魅力があったが、異国の地での生活になじめず、アルコール使用障害の精神疾患を患っていった。兄弟は11歳上の兄が一人おり、その兄の影響で、ビートルズ等の60年代の音楽にとても詳しくなった。だが、ピートの憧れは、アメリカの女優や女性歌手だった。生活環境は、 かなり悪く、父親は勤勉な労働者であったが、妻の堕落が受け入れられず半ば家庭放棄の状態であった。また、当時はドイツ人やユダヤ人に対する迫害も厳しかった。そんな中、もっぱらピートが母親の世話をして暮らしていた。そのため5歳まで英語よりも母親の母語である、ドイツ語を話すことが多かったピートは、周囲の子供たちからの格好のいじめのターゲットとなった。 少年期は実際は美少年だったにもかかわらず顔にひどくコンプレックスを持っていたという。自分の顔が気に入らず顔に絵の具を塗ったり勝手に化粧するなどしていたという。10代の頃から髪を染め、眉毛を剃って奇抜なファッションに身を包むようになった。そのため学校では浮いた存在となり登校拒否になった。その後、学校やメリバプールの美容院で働き始める。そこで、 先輩美容師のリンのファッションに衝撃を受けた。リンと交際を始め、自宅を出て、リンの家族と同居するようになった。その後、リンと結婚。1980年、デッド・オア・ライブのボーカルとしてデビュー。90年代のユーロビートの先駆け的な音楽と、中性的な容姿と、相まって、たちまち人気を博し、80年代にヒット作を連発して、 中性的カリスマとしてカルチャークラブのボーイジョージと人気を2分した。特に1985年に発売したユースピンメラウンドが英国チャートで1位を獲得17カ国で1位を記録する大ヒットとなった。この頃はバンドメンバーのスティーブとも同性愛関係にあり妻のリンとスティーブと共に3人で一緒に暮らしていた。 経済的に成功を収め欲しいものをすべて手に入れたピートであったが幼年期から続く自分の顔へのコンプレックスは抜けなかった。最初は昔から木に入らなかった花を成形する程度であったが徐々にエスカレートし儲けた金のほとんどを成形費用に継ぎ込むようになっていった。そして整形医に勧められるまま唇に打ったジェル注射が原因で顔が変形し、 その後死にも、等しい苦しみと、闘病生活を余儀なくされた。なお、後に、この性経緯に対し損害賠償請求を提訴し、和解が成立した。治療費を捻出するために、数々の世界的ヒットから得た貯金をすべて使い果たし、3億円の豪邸も売り払い、過去の楽曲の著作権も売り払った。また、 再生手術を執刀したイタリア人医師から顔が元に戻ることはないと告げられ絶望の淵にいたピートであったが、その執刀医のあなたにはまだ音楽が残っているという言葉に励まされ音楽活動を再開した。この事件を面白がったテレビ局がピートに番組出演の話を持ちかけてきた。ピートはまだ口が痛くて会話もまともにできない状態であったが、 歌を歌わせることと衣装を自分で選ばせることを条件に出演することを承諾した。イギリス中のメディアが注目する中、ピートは高級リムジンで豪華な衣装を身にまとって会場に降臨し、その中性的な容姿と見事な歌声に観客は度肝を抜かれた。この出演を機に色々いろいろなメディアからオファーが相次ぎ、タレントとして芸能界での復活を果たした。 プライベートでは25年間続いたリンと離婚。2003年にロンドンのレストランでウェーターをしていた10歳年下のマイケル・シンプソンと2007年7月6日に同性婚をした。しかし、その後も人血跡などの健康障害に悩まされた上、2014年12月に破産宣告を受けた。 そして2015年4月には、家賃未払いを理由に住んでいたアパートを追い出されるなど、経済的には困窮していた。2016年10月23日、急性心不全のため死去。57歳を打つ。ありがとうございます。